三国志のゲームに続き、ゴブリンのゲームにも課金していたようです。お笑いコンビ、霜降り明星、せいやさん、粗品さんが2日、自身の YouTube チャンネル、霜降りチューブ、登録者数161万人を更新。動画、粗品が100万円課金したアプリのその後は、これまであったタレントの中で一番のイケメンは誰？霜降り明星、ないで、課金の力によって、とあるアプリゲームで世界一になったことを明かしました。動画。粗品、課金の力でアプリゲームで世界一にその金額は、三国志アプリに100万円課金した粗品さん。今回、チャンネルでは視聴者の質問に答える企画を実施。その序盤、取り上げられたのが、粗品さんが三国志のアプリに課金してるって言ってましたが、これまでどんなゲームにどれぐらい課金してきましたか、という質問。5月に公開した動画にて、わけわからん三国志のアプリに100万課金した、と告白していた粗品さん、俺、別に好きちゃうねん。三国志、としつつも、三国志のアプリな、最近2ヶ月くらいやってんねん。100万課金した。気づいたらなどと、相変わらずの散財っぷりを明かしていました。100万円課金も、すでにやめていた。しかし今回、あの動画をもって、あのアプリはもうやめました、と告白。その一方で、5月の動画にて TikTok で2時間以上見続けていた、ゴブリンが鉱山を掘るゲームに課金しました。先週ずっと、と明かします。その金額、なんと、10万ぐらいです。それは、とのこと。粗品さんにしてはかなり少額、と思えてしまうところですが、そのゲーム的にはかなりの重課金だったようで、一応、世界一になりました。イベントのね、と、イベントで世界一になったことを報告。これに対し、せいやさんが、それは課金した甲斐があるな、と話すと、粗品さんは、で、やめました、もう、と、このゲームも早々にやめたことを明かしました。課金したいねん、俺は、好き、と話すなど、あくまで課金することが好きなようです。ある、視聴者の反応は、今回の動画に対し、コメント欄には様々な反応が、派手に課金やギャンブルをすることによって日本経済回し円安から日本を救おうとする英雄、課金好きやなぁ、霜降りチューブでシャニマスやってくれてもいいのよ、昔ハマってたアプリゲームの思い出とか見てるとやりたくなってくる、などの声が確認できます。We'll be right back.